드라매치 매칭 어플은 한국인과 일본인 매칭 특화된 최초의 앱이에요. 일단 만나러 가시죠. 카페에 도착했는데요. 요로시코 오네가시마. はい。はい。 一緒に 来てもらっても。 どこに? お手洗い。 お手洗い。 여러분들 왔습니다. 드라매치 최고입니다, 여러분들. 히로시마 第2弾. 2弾. 行きましょう. ここは ここはさっきのところは予売コースって言って女の子が襲ってくれるようなシステムので、広島で一番ベタ、一番ナンバーワンのアクセス数めちゃ人気を誇るっていうのがこのシャーベットさん。あ、本当ですか。はい、シャーベットさんが結構もう有名な、もう有名です。そういう生徒あるんですけど、すごい密らしいです。とりあえずもう全てが密。お店の中がですか。よろしくお願いします。 実はここはホテル、今日特別で、お店が今日混みすぎて、お店の名前は何ですか？シャーベット。どうですか、結構忙しいですか？本当ですか。初対面で聞くのはあれですけど、なんでシャーベット さんは広島で人気ですか？料金が安い。本当ですか。いくらですか？イベントとかに行ったら、 1万5000円。え、何分それ？45分。おお、多分安いで、多分内容はどういった内容です？内容は一緒にお風呂入って。45分なのに。はい。めっちゃイチャイチャして。はい。でまたまあ鳴らして、バイバイ。45分。 私シャワーだけで30分一人でも30分かかりますけど、めっちゃ忙しいですね。わあ、お名前は何ですか？カズハです。カズハさん、今座ってるからだけど、スタイル、めっちゃいいですね。後で撮るんですけど、スタイルです。なんとなんかここで働いてなさそうな、普通に居酒屋にいたら、なんか OL さんかなと思う。まあ今ミニスカートで相当セクシーですけど、おいくつですか？ 18です。わあ、じゃあ何年生まれってことですか？2005年。5年。韓国の YouTube に乗るわけなんですけど、どうですか、心境の方は？緊張してます。あれですか。心が広そうですね。まあ、あれですか。あんまり怒ることなさそうですけど。ないですね。人見知りも？ちょっとします。ちょっと、あんまなさそう。休みの日には何してないですか？休みの日はお買い物行ったり、友達と遊んだり。おお、何して遊びますか？ ご飯食べに行ったり、カラオケ行ったり。カラオケ行ったり。ああ、もう普通の女の子ですね。はい。わあ、18歳。若いですね。ええ、早速なんですけど、今ここホテル、一応ホテルじゃないですか。お店ではないんですが、まあカズハさんのスタイルでどういう流れになりますか？ 여러분들, 이시크릿 존슨이라는 제품, 남자의 거기를 LED로 거기를 쬐서 혈류를 좋게 한다고 하는 거라고 하거든요. 오! 고급가! 간지러워. 아, 어떡해! 이따라샤이! 수고해보도 애들! 고치라고 使ってる 어떡해! 가꼬이! 이쯤 오케이상 기타라 도시てます? 話して、はい、で、おお、すぐ？はい、お風呂行くんで、はい、その後に、うん、ちゃいちゃ。ああ、何分お客さんが多いです？何分コースのお客さん？60分とか、70分、90分が多いですね。できればでも2時間ぐらい入れた方がちょっとゆっくりできますね。まあそうです。じゃあ韓国の視聴者に近しい感じでやりたいので。